このオリンピック憲章というものに関して、えー、それが根付くような大臣にそれを牽引していただくということでよろしいでしょうかはいいその通りでございますし、かしですねこれを大きく妨げる施設、日本国内に存在します。山本太郎さん ありがとうございます、えー、自由党共同代表、山本太郎です、社民との会派、希望の会を代表し、お聞きをいたします、えー、前回の委員会で、柴山大臣にいくつか私からお願いをさせていただきました、まず文科省で学校現場における障害者への性暴力の実態。 これを普通学級特別支援学級特別支援学校の現場での調査を行っていただけませんかとそれについては親御さん生徒さんそして学校の先生を含めた調査もお願いいたしますということをお聞きしました柴山大臣文科省内でしっかりと迅速に検討していただけたでしょうかお願いしますはい、柴山文科大臣はい、あの前回の質疑においてまあ、私から必要性を私のもとで今省内で まあ慎重に、まあ、ただしあの迅速にあの検討させていただきたいと答弁をさせていただきました、まあ、これを踏まえてです、ね、あの私から事務方にあの検討を開始するようにあの指示をまあさせていただいたところでございます、まだあのその段階でございます、はい、山田太郎君。 ありがとうございます早速指示をしていただけたということで、えー、期待しております、えー、次にお願いしたのは法改正でございます、えー、現在18歳未満の障害児の皆さん学校で虐待を受けてもその虐待法律で定める障害者虐待にはなっていないので、えー、障害者虐待防止法の対象にならない、えー、児童虐待防止法においてももっぱら家庭での保護者の虐待から子どもを守るための法律であるため学校での虐待は児童虐待防止法でも対象外法律に重大な穴 があるという指摘をさせていただきましたえこれは文科省の所管外の法律ではありますが厚生労働大臣とともに全員野球内閣の精神で法改正に向けて動いていただけませんかというお願いをいた,たえさせていただきましたこの件厚生労働大臣とお話しいただけましたでしょうか大臣柴山文科大臣えっと先ほど あのご指摘があったとおり、まあ、厚生労働省にはあの、まあ、事務方を通じて、えー、お話をさせていただいております。えーまあ、非常にあの、まあ、前回もお話をさせていただいたとおり、あのまあ、その性,暴性暴力の被害実態というあの、非常にプライバシー性の高い事案であることから、まあ、やはりあの、まあ、もちろん政府を挙げての取り組みでありますけれども、まあ、慎重に進めなければいけないという,うに理解だと思います山本太郎君。 ありがとうございます確認なんですけれども、えー、指示を出していただいたのは、もちろん調査のことにおいて、文科省内で、そしてこの法改正という部分に関して、えー、と厚,厚労省の、えー、方々にもお伝えをいただいたと、えー、けれども、まだ大臣同士ではお話はまだそこまでは進んでいないということでよろしいですよ、ね、はい、柴山文科大臣。あの、まあ、正確に申し上げますと、本件については、 当初の事務方に対して対応を指示し、厚生労働省の担当部局との間で、障害者虐待防止法の通報義務の対象についての考え方を確認し、先日、その報告を受けたという、まだその段階でございます、はい、山本太郎君。 ありがとうございます。まだ始まったばっかりという段階だと思います。この先、ますますそれを詰めていっていただけるものと期待をしております。加えて、ですね本委員会でもぜひ、私が先ほど言ったような件に関して、決議をお願いしますということをお願いいたしました。こちらの委員会の方でも、そのお話し合いをしていただいていると、筆頭官でもしていただいていると聞いております。ぜひ、前に進めていただきたいと思います。続いてですね、オリンピック担当大臣にお聞きいたします。資料の位置 これ、オリンピック憲章なんですけれども、大臣はオリンピック憲章はお読みになったことはあるってことでいいですよね、あの原文、オリンピック憲章の原文をお読みにならなくても結構です、これまでオリンピック憲章の中身に触れたことはあるかないかでお答えください。桜田義孝国務大臣 はい、山本太郎君ありがとうございますオリンピック担当大臣ですから、オリンピック憲章、当然ご存じというお話だったと思います。オリンピック憲章とは、オリンピックの根本原則が書かれたオリンピックの憲法と呼べるものであると、えー、オリンピックホスト国、そのオリンピック担当大臣として、このオリンピック憲章を尊重し、遵守するということでよろしいですよね、大臣。はい、桜田国務大臣はいいそのとおりでございます 山本太郎君ありがとうございます資料の2、以前、内閣委員会におきまして、オリンピックホスト国において、日常的に人権が蹂躙されるようなことがあってはならない、そう思われますかという私の質問に対して、前任の鈴木大臣は、オリンピックを一過性のイベントで終わらせることなく、社会的意義を継続させる、オリンピックの後もオリンピック憲章の理念が根付くことが重要だという趣旨のご答弁をされました。えー オリンピック憲章に謳われる人権尊重の理念、広く行き渡る国づくり、これ、オリンピック前にも後にも政府として取り組んでいただけるということでよろしいでしょうか。はい、桜田義孝国務大臣、はいえー。オリンピック憲章の、オリンピズムの根本精神において、原則において、オリンピック憲章の定める権利および自由は、国あるいは社会のルーツやその他の身分などの理由により、 いかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受さ,されなければならないとされております、えー、東京大会の準備および運営において、オリンピック憲章の理念を具現化すべく、IOC で詳細が決定された場合には、組織委員会や関係省庁と必要な連携を取り、適切に対応していきます。山本太郎さん、えー <laughs> ありがとうございます、えー、と大まかにお話しいただいたと思うんですけれども、もう一度繰り返しますと、オリンピック前にも、オリンピック後にも、このオリンピック検証というものに関して、えー、それが根付くような、えー、取り組みを政府としてもやっていただける、大臣にそれを牽引していただくということでよろしいでしょうか桜田国務大臣。はいいそのとおりでございます 山本太郎さん非常に力強いお答えいただきました、ありがとうございます、えー。人権が蹂躙されることが日常的に行われる社会であってはならない、これ、近代国家であるならば当たり前の話ですよね、オリンピックホスト国ならばなおさらのことです。し、えー、しかしですねこれを大きく妨げる施設 日本国内に存在します。難民申請者も多く収監されている入管施設です。命からがら脱出、他国の日ごと援助を求めてやってきたのに、24時間監視体制の下鉄格子施錠をした部屋で罪人のような取り扱い、出身地、言語、宗教、生活習慣を無視した状況で、5名一組ほどでごちゃ混ぜに強制的に収容しているのが入管施設。全国の入館施設、えー、全国の入館収容施設において一番 長期収容されている者の,の期間は、法務省によると、10月1日現在で6年、6年です。頼れる人はどこにもいない。 なぜ長期収容されるのか、なぜ仮放免申請を出しても出しても却下されるのか、いつまで収容されるのか、いつになったら出られるのか、何も分からぬまま、何も知らされぬまま、いつ強制退去させられるかもしれないという恐怖に怯えて、普通の精神状態を保つのが非常に難しい状況だと言えます。今年のの月東日本入管センターーシャワー室 30代のインド人男性が首にタオルを巻きつけ、意識のない状態で発見、その後、病院に運ばれ、まもなく死亡、自殺でした。この1年前、インド人男性は出身地での迫害の恐れを感じ、庇護を求めて来日、強制送還された場合、命の保証ありません。インド人男性は1年近く収容された後自殺の前日、仮放免申請の不許可を通知されます。 来日して1年そのほとんど収容施設の中で拘束された挙げ句仮放免も却下。 この男性が亡くなる2ヶ月前、この男性に対して支援団体スタッフが面会でカウンセリングを行った際の記録には、精神状態に問題ありと記されるほどかなり不安定だったそうです。目に見えてわかる状態であったとしても医療につなげない。帰国できない事情を鑑みず難民申請も認めない。強制送還の対象者として収容施設に無期限に、えー、監禁し続ける。 結果、自らの命を絶つまでに追い詰めることになった。最大の原因は入管の在り方ではないでしょうか。全国の入管で昨年、平成29年における自傷、自殺、未遂の合計件数44件。実際に入管の被収容者からの訴え。最も多く聞くのが、なかなか医療につなげてもらえないという問題です。全国に収容施設17か所、そのうち24時間、医師が、えー、常駐している施設は一つもない。 大体週1から週3、平日の9時から夕方5時まで、4、500人以上収容されている東京入管ですら週3日、午後だけ、十分とは言えない医療体制はもちろん、そもそも医療を受けさせてくれと言っても、なかなか受けさせてもらえない、これが死亡事案につながった事例、ご紹介いたします。2014年3月30日東日東本入館センンターカメル,ンカメルン人男性が死にそうだ 痛みを訴え、七点抜刀する姿を入管職員が監視していながら、12時間余り放置、死に至らせた資料の3、現在遺族であるカメルーンに住む母が1000万円の損害賠償請求を行っており、記者会見の際に弁護士が作った時系列の資料が資料の3です。このの裁判始める前に証拠保全の手続きが行われたんですね医療加護訴訟 それを起こされた病院に対して裁判前にカルテ押さえるのと同じ手続きです証拠保全された中には DVD が存在しました男性が苦しみもがき続け動かなくなるまでが記録された監視カメラの映像昨日私も拝見いたしました dying. Dying. 大声で叫びながらもが,きもがき苦しんでベッドから男性が落ちる 苦しみ、もだえ、またベッドから落ちる。入管職員が入ってきて男性をベッドに戻すその繰り返しなんですね次に落ちた時には職員面倒くさくなったのかシーツを床に引いて男性を寝かしたままにするけれども男性はその場所でもがき苦しんでシーツからはみ出て独居房をのたうち回る途中「水水!」そういうような叫びが聞こえてくるんですけれども職員来ないんですね 少なくとも午後7時ごろからもがき、苦しみ、叫び続けて床をのたうち、回り続けた、消灯後、電気が消された後も、もうすでに声を上げる状態じゃなくなってるんですね、最終的に男性は動かなくなる、資料の4、男性が入っていった部屋には監視カメラが設置され、この時には1時間ごと、男性の確認状況が報告書に書かれている、異常の有無というボックス、あるの分かりますか、皆さん。 そこに異常ありと記されたのは、最初にベッドから落ちた午後7時、それ以降は、異常なしがずらっと並ぶんですね、じゃあ次に異常ありって記したのはいつかっつったら、朝7時、部屋が解除されて、職員があれ、おかしいと、異変に気づいた時だった、それまで異常なしがずっと続くんです、映像を見れば、ずっと異常あり、異常ありの状況であるってことが分かるんですね。 すぐにでも救急車の出,場出動を要請すべきであることは明白な、本当に悲惨な死を迎えるまでの様子が記録された映像になっている。資料の5、平成28年8月31日発布、法務省入国管理局総務課長警備課長通知、非収容者の適正な処遇にかかる経費についてという通知、赤線部分、カッコの2、 薬品等購入費では、薬品等の使用機会の減少に努めることとあり、1枚おめくりいただいた赤線部分、入院・通院治療費では、外部医療機関の受診を抑制するよう努めることとあるんですね、ご丁寧に、個別施設において急激な費用上昇が見られる場合は、収容者管理状況に問題がないか等について改めて確認することとある、こんな通知出されちゃったらね。 医療費抑制するために現場の職員、何とか頑張りますよ、努力しますよ、当然じゃないですか、この結果が招いたことなんだって、この通知が招いた結果なんだって、この通知が出された半年以上後です、2017年3月25日、東日本入管センターでベトナム人男性死亡、死因はくも膜下出血。 東海大学医学部脳神経外科のウェブサイトを見ると突然強い頭痛を訴えた後で倒れた人を目の前にしたらくも膜下出血を考えて救急車を呼ぶべきであると説明されていますベトナム人男性が東京入管から東日本入国管理センターに移収されたのは2017年3月16日 NGO による聞き取り調査等によれば男性が入管施設に移された3月16日から 頭痛などを訴え17日夜もしくは18日には口から血を吐き泡を吹き失禁それまで収容されていたブロックから運び出された2017年3月181920日は3連休当時この収容施設での医師による診察は平日の午後1時から午後5時のみ血を吐き 泡を吹き、失禁して、やっと運び出された男性の様子を見た同じブロックの非収容者たちは、やっと病院に連れて行ってくれたんだと胸をなで下ろしたと言います。しかし、行き先は病院ではなく、個室のある別ブロックに移動しただけ、それからも頭痛、軽部痛などを訴えたが、外部の病院に運ばれず、連休明けに来た施設の医師が診察、痛み止め、湿布を渡されて終わり。 男性はその後も激しいい痛みを訴え続けたと言います男性が亡くなる日まで同じブロックに収容されていた者による当時の様子を記した書簡、これが牛久入管収容所問題を考える会のホームページ上にも公開され、放題も報道もされていますけれども、その書簡、要約すると、3月23日の夜、連休明けてからですよ、もうすでに、男性がとても苦しむので、担当職員に来てもらったと、被収容者の方が言われているわけです。 男性が痛い、痛いと叫ぶのに対し、職員は静かにしろというのみだったと、同じフロアの他の被収容者の方々はずっとその叫び声を聞き続けて、夜も眠れなくなるほど、ずっと聞いていたといいます、職員は何回も巡回するがうるさいというだけ、男性の激痛の叫び、訴えを、センターの担当職員は嘘病気。 すなわち、詐欺だと、被収容者たちに説明していたといいます、結果、男性はくも膜下出血で死亡、同じような死亡事例が続いているにもかかわらず、医者にも見せず病人を放置、救急車も呼ばないという対応、状態かこれ、数々の行き過ぎた入管の状況に対してね、国連からも拷問禁止委員会から二度、移住者の人権に関する特別報告者の報告、人種差別撤廃委員会の総括所見、国連人権理事会からなども再三懸念を示されています。 大臣、それ、あのごめんなさい、官僚の人、答え持ってないですよ、それ見て答えないでください、これ聞いて答えてほしいんです。大臣ね、私ね、パソコン使えなくてもいいと思うんですよ、USB 知らなくてもいいと思うんです、100歩譲って。だってサイバー、サイバーに関しては、プロフェッショナルが対応するから、確かに問題ある話かもしれないけども、結局は最終的には、サイバーに関してはプロがやる。けど、この、この問題。 オリンピック憲章に反する国内施設、これに関して改善させるきっかけっていうのはね、オリンピック担当大臣にしかできないんですよ、オリンピック憲章に反する施設が日本に存在している、その人たちに対する処遇であったりっていう部分を改善をきっかけを作れるのは大臣だけなんですよ、オリンピック担当大臣だから、だからお力を貸していただきたいんです。判断力抜群だと言われる桜田大臣、世界からも非難され、改善を求,、ま、求められる日本の入管施設。 この問題を無,視し無視して放置した状態では、オリンピック憲章具現化することできません、ぜひ法務大臣とこのことについて話し合って、施設での処遇改善が前に進むきっかけ、オリンピック大臣にお願いしたいんですけれども、いかがでしょうかこの際、委員の異動についてご報告いたします、江藤誠一さんが委員を辞任され、その補欠として太田夫妻さんが選任されました。桜田国務大臣、はい 出入国管理政策については、法務省の所管ですので、今後とも法務省の責任と権限において対応すべきものと考えております。私としては、東京大会の準備および運営において、オリンピック憲章の理念を具現化すべく、組織委員会や関係省庁と必要な連携を取りながら、適切に対応してまいりたいと思っております。今日いいいたたただだお話は法務省に伝えささせていただきます宮本太郎さん 法務,あの法務省にねお伝えいただいてもね、どうにもならないんです、法務省、とぼけ続けるから、全然改善されてないんです、法務大臣と実際にこのままじゃオリンピック憲章具現化できないと、入管施設の在り方について改善をしてくれというお願いをしていただけませんか、いかがでしょうか。時間が来てておりまますす桜田大臣答弁は簡潔に、はい協議させていただきます ありがとうございますぜひ前に進めてください、オリンピック憲章に反しないような形を、オリンピック担当大臣の責任で前に進めてください、またこの,、ま、たこ,のことは進捗状況を確認させていただきますよろししくお願いします。